万の警備にアリューシャンの戦線に、スキーは重要な兵器として国防の重任を果たしています。青森県大港警備府では早くからこの必要を認め、猛訓練をもって精鋭スキー部隊の名を知られています。近代的装備の将兵は白雪を隔て丘から丘へ、森から森へと縦横に駆け巡り、冬季作戦の妙味を遺憾なく発揮。北辺の守りはいよいよ固く、南はソロモンから北はアリューシャンへ、幾千キロにわたる世界驚異の大作戦が見事に遂行されていくのであります。南の大空に真っ白き大輪の花を咲かせて、我が陸軍落下傘部隊がスマトラパレンバンに天下って依然地帯を占領し、世界の耳目を驚嘆せしめてからちょうど1年、かっかくたる武勲を立てここに参加した勇士の慰霊祭は、2月14日の1周年記念日にここ思い出の奮戦の地で厳かに執り行われました。マニラ市郊外のラグナ湖付近はフィリピンでも名のある温泉地です。バターンやコレヒドールに勇ましく戦った白衣の兵隊さんたちは、再起方向の鍛錬所としてこの温泉を利用し、住民の子供たちと一緒に温泉プールに浸りながら、一日も早く丈夫になるようにと暇を見てはジャブジャブやっています。名砲大国海軍の砲艦シー・パイター号、大国最大を誇るこの軍艦は我が国で建造されたもので、艦上では国家名誉勇敢訓練をその基本綱領として、大国海軍の精鋭は日本海軍とともに大東亜海珍事の重任を果たすべく、日夜猛訓練を行っています。建設の大業に参加せよ、力強い標語部落部落に撒き散らす大陸戦部班、中市一帯に始められた春季侵攻の武力戦と並んで、重慶軍総統の終わった地区にすぐさま戦部班は突進して民衆の啓蒙に挺身する。中国の参戦により、中国民衆の進むべき道がはっきりと決まった今日では、和平地区の戦部はもちろん、大敵放送さえもこの大陸戦部班が積極的に行っています。最近大陸戦線において非常に目立つ投降基準の増加の減少にも
千部藩は貴重な一役を買っています。南シナ、甲州湾、フランス、租借地周辺に番拠巡動する重慶軍に鉄槌下る。帝国陸海軍部隊の精鋭は2月16日未明、緊密なる共同のもと、南シナ、来州半島に奇襲上陸を敢行しました。無血上陸に見事成功した皇軍は、直ちに快速進撃を続け、同日早くも来州県城を抜き、各所に配敵を蹴散らし、フランス側の完全なる了解のもとに2月21日甲州湾フランス租借地に進駐を終わりました。2月25日、ドメック甲州湾租借地長官は、期間に我が南支方面陸海軍最高指揮官を訪問。先に円満締結された共同防衛を祝し、さらに我が軍への全面的協力を惜しまず、日仏協定の完全な実を挙げることを誓ったのであります。